僕にとってのパワーフィネスは一番は、勝つための釣りとか確実に釣るための釣り。パワーフィネスだったら例えばバスがカバーの外をフラフラしてない限りはどうにでもなる。一般的には厳しいよねって思うような条件こそ、まあ、パワーフィネスの強みかなと。よし、来た。来た。うわ。よっしゃ。下いた。よっしゃ。おっしゃ、上がった。釣れる釣れる。パワーフィネス。来た。うわ。これね。でこい。もうでかい。いきなり来た。もうここまで静かでカバーだね。カーブも狭い場合はエレキのパワーも今 1.5 1と2の間だ、限りなく遅いで、なるべくそのカバーにプレッシャーを与えないっていうのが肝になりますね。もう上流になってきてこんだけカーブが狭くなるとバスも人間船っていうものに結構敏感になってくるんで、こういう時はエレキ弱めでなるべく踏まないで、しっかりと打つべきところを打つ。アウトサイド流れの当たる側だけど、この岩があるから多分後ろはね流れが当たらない風になってるから、これ全部崩落打つって結構大変ですけど、こういう肝になるとこだけ打つ、全部打つと、これパワーフィネスってルアーがそんなに強くないんで大変なんで、肝になるとこだけしっかり打ち込む。どこもかしこもどんどん打っていけばいいっていうもんじゃなく、あ、ここだなっていうここぞとしたとこだけこうやって打ってあげるのがパワーフィネスはいいっすよね。ルアーパワーがそんなに強くないんで、どこもかしこも打ってたら時間が足りないんで、こういうカバー、ここぞっていうカバーで、しかもね両方とも崩落で囲まれてるところとかはもうこのぐらいの距離感でエレキのパワーは1とか2までいかないぐらいにしてゆっくり近づく、でプレゼンテーションしてあげる、ルアーを入れてあげるっていうことが結構大事ですね。ガッと近づいちゃうとやっぱりプレッシャーになっちゃうんで、上流の魚は結構ナーバスって言って人に敏感なバスが多いんで、このぐらいでもうこれ以上は近づかない、でこれ以上近づかないところからうまくその木の上を使って静かに落とし込んであげる。もう急にルアーがふーって落ちてくるような、気づかれずにアプローチしてあげるっていうのが大切ですね。やっぱり距離感をこのぐらいに保ってちゃんと攻めてあげる。
やばい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 、押し抜けた。おい、来たね。結構深かったよ今の。結構沈めていって、クッというバイトを取って釣った感じ。でもサスペンドしてるけど深いね、バスは。まあまあなかかり具合って感じ。いや難しいけど、どうにか来たな。パワーフィネスで、まあ、ロッドに求める性能っていうのは、もう一番は魚をカバーでかけるっていうところで、確実に、取るっていうことを考えて、バスに潜られない、パワーがもう一番。潜られちゃうとカバーの中でこう暴れるとよりキャッチ率って下がるんで、フッキングの瞬間からバスが空中に顔を出して、暴れてる状態、そのまま引きずり出せればいいけど、引っかかっちゃった場合は取りに行くでキャッチするっていう、まず一番はそこができなくては、ならない。だから食わせやすい、シェイクしやすい、キャストしやすいは、うん、二の次。バスが口を閉じてる間にカバーを突き抜けてファイトで、カバーから外に出してファイトができるっていうロッドパワーっていうのが重要になってきます。パワーフィネスってね、スピニングだから、スピニングの中で強い竿っていうイメージを持たれると思うんですけど、もう一番はもうベイトロッドをスピニングにしたようなイメージ。もともと発祥が房総で、もう十何年前にそのパワーフィネスっていうのを房総の先駆者たちがやってた世界の中では、もうベイトロッドを単純にスピニングにしちゃおうから始まってるんで、だからもう根本が違う。スピニングからパワーを上げてパワーフィネスロッドを作るんじゃない、ベイトロッドでジグロッドみたいなパワーのある竿をスピニング化して、それを投げれるようなトータルバランスで組む、そんなようなイメージで作っていくのが、その房総のスタイルっていうのがパワーフィネスかなと思ってます。僕が使ってる番手、ロッドの番手なんですけど、まあ普通に通常で使うやつは、680の JMHS これと、パワーのある700JHS っていうこの2タイプのロッドを使ってるんですけど、使用頻度は、まあ、最近だと 700JHS の方が多い。ただビッグフィッシュを釣ってるロッドは圧倒的に 680JMHS。なぜかというと、そのどちらかというとヘビーカバーで打ち込めないような、もう躊躇しちゃうようなヘビーカバーの奥から一気に引きずり出すパワーだったり、食わせなくてはならない、そのより繊細にやんなくてはならないっていうことがあまりない場合は、僕はもう 700JHS を使います。なぜかというとパワーがより強くて、ロッドのレングスもあるんで、一気にバスを最初のカバーから離すっていう作業がやりやすいので、使用頻度は 700JHS の方が多いと。だけれどもビッグフィッシュ率が高い 680JMHS はなんでこっちの方がビッグフィッシュ率が高いかっていうと、まあ使う用途としてはバスに、これ餌かな、これどうなんだろうって考えさせて、パクッと、いや食べてみようという風な感じで、食わせるまでの繊細なアクションをさせやすいっていうのが68の JMHS なんで、ビッグフィッシュ率が高いっていうのはなぜかというと、ビッグフィッシュこそ考えて、こんな小さいルアー食べなくてもいいかなとも考えたりするけど、まあでも目の前でずっといるから食べるかみたいな、その考えた挙句に口を使うっていうようなところで、考えて口を使わせるっていうふうに、なると、よりその騙さなきゃいけない要素が必要になってくるんで、シェイクのしやすい、操作のしやすい、そしてレンジをコントロールしやすい 680JMHS がやっぱりでかいバスがよく釣ってるかなと思います。軽さは
重要です。軽さはすごく重要。なぜ軽さが重要かっていうと、ジャングルスピンに関しては竿が強い、ルアーが軽い、それを投げるイコール、どう頑張って竿の断性率を下げて重くしたとしても竿が強い時点でこの軽い 4g とかのスモールラバージグを投げることっていうのは竿を曲げては不可能なんです。そして、食わせ方がすごく繊細にシェイクをしつつ、パクッと考えさせてパクとか、そういう風にやっていくようになってくると、やっぱり断続的なシェイクも必要になってくるんで、軽さっていうのは重要になってきます。で、一番はその竿を曲げて投げる必要性がない、竿を曲げて投げることができない釣りなので、軽くて手首のスナップで投げなくてはならないっていう風に考えると、圧倒的なロッドの軽さと圧倒的なそのリールの軽さっていうのが必要で、トータルバランスでうわ軽いと、これだったら触れるかもっていうようなイメージを持ってもらうぐらいのバランスではないと一日やりきれない、そんなイメージで持ってもらえるといいかなと思います。まあ、ロッドの長さにおいては基本的にカバーもしくはレイダウンっていうもので釣っていくようなイメージになってくるので、基本的に短いとロッドのストロークがまず短くなってしまう。あとカバーを引きずり出す時にバスが暴れてる初期の段階で口を閉じた状態、ガブッと食べてバーンと上に上がった状態の時に抜き上げないと、基本口が開いちゃった状態だと出てこない。その短い時間でバスを一気に出さなきゃいけないっていうことを考えると、圧倒的にロッドストロークが武器にはなる。それはなぜかというと最初のリフトでビューンって出てくるっていうような感じになるので、基本的には長めが重要になってきます。だから短くても6フィート8インチ、長いと7フィート。で、この2本に関しても68と700でもそのリアグリップの長さっていうのは、まあさほど変わらない。ちょっと700のが長いんですけど、もうブランクスの長さが変わってくるよっていうようなイメージで持っていただければいいので、基本的にボッサとあるような木から引きずり出すだったら 700JHS、相模湖のようにレイダウン、水中からバッと生えてるところを細かく誘って餌だよ餌だよ餌だよパクって食べさせて出すんだったら、繊細さを求めた68でも66にする、65にする、64にするっていう風にやってくると、今度出す時の初期で一気に出さなきゃいけないストロークが減ってってしまうんで、基本68をベースに、より一気にパワーで引きずり出さなきゃいけないっていう時は700っていう7フィートっていう長さを使ってます。ルアーウェイトによる使い分けでロッドをチョイスするっていうことはないですね。基本的には、シェイクのしやすいっていうことを考えて、やっぱりこう手元っていうのは重要になってきます。ただそれをバランサーとかで、調節してやっていくと、今度手首の振りだったり一瞬の違和感をバイトを取んなくてはならないっていうことになってくると、バランサーってその一瞬の違和感のバイトを感じさせづらくさせてしまうっていうところにつながってしまうんで、あえてバランサーはつけてないと。だけれどもシェイクをしてて手元、ティップが振りやすいようなバランスで、設計はしてます。だからこそそのチっていうようなチっていうようなバイトを取るにはバランサーなしっていうのがマストになってくるんで、リールで調節してあげるのがいいかなと思います。まあ、とにかく軽いリールをセットしてあげれば、それがその P ラインから来る口の中に入った瞬間っていうのを感じ取りやすくなる。リールが重くなればなるほど感じ取りづらくなる。そういうイメージを持ってやっていただくといいかなと思います。2000番を使う、リールの番手を下げるっていうことに関しては、その1回の巻く量、2号の P ライン 1.5 の P ラインを巻くっていうふうに考えると、2500番がベストかなと思ってます。2500の中でとにかくハイギアで、とにかく軽い。そしてもう一つ重要なのは、とにかくギアが強い。これが重要。なぜかというとフルロック、もうとにかくギリギリまでフルロックでやるような釣りなので、ギアが弱い、めちゃめちゃ軽いんだけどハイギアなんだけどギアが弱いリールだと1年持たないので、とにかく強いギアを持った
強い設計されたリールでやるってことはマストになります。ドラグのフルロックのイメージは基本的にそのパワーフィネスの釣りっていう中でその2号の PE を使った直結のスモラバの釣りだったら出ないっていうのが一番わかりやすいです。糸が出ない。もうだ頑張って頑張ってギリギリまで締めるっていうことがもう一番重要になってくる。出す必要がないっていうところなので、ちゃんとしたところでしっかりとかけさえすれば針も曲がらないし、ファイト中にブチッと切られることもないので、基本的に最初の段階でフッキングの時点でドラグが出てじゃあバスが下を向く要素になっちゃうのでもういらないっていう感じ。足元まで来たら本当に60とかだったらまた別とか、もしくは P ラインにリーダーをつけてあげて、そのリーダーでどうにか口を使わせなきゃいけないっていう時にリーダーをつけてあげてやる時だったら、ドラグはもうちょっと使ってあげる。ハンドルの右か左かっていうね、左右こう変えられるスピニングリールだと変えられるんですけど、基本これは使いやすい方を使ってください。ただ一番大切な部分は当たりのがあった瞬間、手で当たりを感じた瞬間にバチンと合わせてそのリフトのまま巻かなきゃいけないっていうことを考えると、もし持ち替えたりするような方がいたら、結構その元もこうもないというかパワーフィネスである必要がなくなってきてしまうので、やっぱり一気にカバーから一回引き剥がす、そっからのファイトでやるっていうことを考えるとフッキングの瞬間から巻けるハンドルの位置にしてあげた方がいい。右利きの場合僕は、左で巻く、右で投げるっていうような形で右で誘ってかけたら左で巻く、逆に左利きの人だったらまあ左で投げて右で巻く方がいいのかなとは思うんですけど、それは人それぞれ、右利きの人を右で巻く人もいるんで、一番やりやすい、そしてカバーから引きずり出すときに、無理の効く、一気に引きずり出すときに負けるセッティングでやってもらうといいかなと思います。まあ、メインで使ってるラインは僕はもうずっとこれ、シーガーの完全シーバスフラッシュグリーン色の 1.5 号、もうこれがほとんどっすね。なんでかっていうと、まあ、PE ラインもいろいろあるんですよ。その硬い PE、 柔らかい PE とか、やっぱりそのものによってもいろいろあるんですけど、僕に関しては柔らかくて8本寄りで、見やすい、そして、まあ、柔らかいがふにゃふにゃしてる、そんなイメージを持った PE が好きです。カバーにかけて何度もその抵抗になる、糸がこう引っかかって抵抗になる部分が多い釣りなので、そのたくさんこういろいろ引っかかって抵抗がこうかかった中でも落としたい時にスッと落とせるような、表面がツルツルのラインだとスッと落としやすい。そして、柔らかい糸の方がキャストした時のその放出の抵抗があまりないんで僕は結構好き。で、もうこの P だったら完全シーバスのフラッシュグリーンの 1.5 号っていうものを使ってます。ただ、P、完全シーバスに関しては 1.5 号しかまでしかないので、僕が 700JHS を使うと 1.5 号でもフッキングのパワーとか強すぎてラインブレイクしてしまうっていうのがあるので、いろいろ調べたらまあアメリカにフラッシュグリーンブレイドっていうのでこの2号の30ポンド表記の2号のものがあったんで、この2つを使い分けてるかなと、完全シーバスフラッシュグリーンの 1.5 号、もしくはリーダーをつけるときは 1.2 号で、700JHS に関しては2号の柔らかくて、滑りのいい黄緑色のラインっていうので、使い分けてます。ただ柔らかいイコールそのPE で全部が全部いいよっていうわけでもなくて、やっぱ柔らかいが故にぐちゃぐちゃぐちゃっていうトラブルとか、もしくはその P ラインの張りがないが故にルアーがこう何かのこう木に当たった時とか簡単にくるくるっと回ってしまったりするんで、 P ラインがもっと硬い方がいいなっていう人は僕はこの X8 PX8 ルアーエディションっていう硬い P が好き、そして8本寄りが重要っていう部分になってくる人はこの PX8 を使って、僕もたまに、まあ、ほとんど使わないんですけど、
まあ、P ラインの色を嫌がる、黄緑だと嫌だなっていう人はこのステルスグレーっていう、ちょっとねダークな色でバスに見られづらい。ただ僕に関しては P ラインの色をダークにするんではなく、リーダーをつけて、対応します。まあ、なぜかというとやっぱ P ラインがちゃんと目に見える色ではないとどこに引っ掛けてどの場所で誘ってるかっていうイメージが取りづらくなってきてしまう。あとはキャストしてる時にルアーのコントロールがしづらくなってきてしまうんで、目に見える色っていうのは一つ重要になってくるかなと思います。P ライン直結の場合は僕は W ニノットを使ってます。まあ、なんでかっていうと一番は、結び目がずれづらくて切れなくては切れなきゃいいっていうことを考えて、僕は W ユニをよく使ってます。でフロロカーボンの場合は、パロマノット、リーダーをつけてやる場合はパロマノットっていうのを使ってますね。 P ラインだと一瞬の力で抜けるっていうこともあり得るんで抜けないっていうことが重要。そして P はほとんど切れる位置が結び目じゃなくその上。なぜかというと木に絡んだ部分が一番傷がつくんで、なので、結び方は早くて絶対にほどけない、これが重要かなと思ってます。リーダーに関してなんですけれども、僕はもう絶対にグランドマックスをこれを使ってます。まあ、なぜシーガーのグランドマックスを使うかっていうと強いから、もうとにかく一番強いものを使った方がいいですね。結構ね、あのリーダーだと C がグランドマックス FX とか、また別のグランドマックス系を使う人もいるんですけど、 FX は少し柔らかくて、使いやすいっていうところになってくるんですけど、強度でいうとグランドマックスの方が上なんで、僕はもうとにかく強いグランドマックス一択でやってます。だから他のメーカーでチョイスするんであれば一番強いやつをチョイスしていただければいいかなと思います。違和感をかけていくってことを考えると、とにかく硬いフロロカーボンの方が伝達は早いので、とにかく硬いフロロっていうのを使ってます。で太さなんですけど、完全シバス 1.2 号につけるリーダーだとだいたい3号ぐらい、12ポンドですねをつけてあげて、完全シバスの 1.5 号とかを使う場合はこの 3.5 号っていうような感じのチョイスで、やってます。もう一番の基本としてバスの背びれが当たらない長さ、バスの全長っていうのは僕は一個キーにしてます。まあ、なぜかというとそのバスの背びれがババンって一瞬当たっちゃったりした時に不意に切れたりっていうのもあるんで、そういう意味でもそういう部分をちょっとこう気を使ってやってます。で長さ的にはバスを騙せる長さだったらどのぐらいでも僕はいいかなと思ってます。僕はだいたい一広ぐらい取ってるかなっていう感じですね。結び方、ノットについてなんですけれども、僕はあまり、まあ、自分で言うのもなんなんですけど P を結ぶのが得意ではないので、いろいろ試したんですけど、結果的にスピーディーかつ、キャストした時の抵抗感のない結び、それでいて強いっていうことを考えて、ハピソンの糸結び機で編み込み系の、ノットを使ってます。こうちゃんと編み込んでいって、グッと摩擦でチッとやるっていうような感じのものを使ってますね。まあ太すぎなければそれでいける。太すぎるところまた変わってくるんですけど、パワーフィネスでやるような太さだったらもう糸結び機でやっちゃってますね。それが早くて一番いいかなと。アメリカでもスピニングの釣りで PE を使うんですけど、それでもそっちで頼っちゃって全然問題なく使えてて、キャストしても抵抗感がないので、信頼して使ってます。ラインによってのその違和感でバスが食ってないのかなと思う人って結構いると思うんですけど、まずそれはないと思います。なぜかというと、それで PE2 号太い、リーダー3号 3.5 号太い、これじゃ食わないんじゃないかなと思う以前に、そこのカバーに対して提灯で誘う場所を調節してあげればバスは簡単に食います。
これがリーダーを2号にした、リーダーを 1.5 号にした、P ラインを1号にしたからといって、提灯で誘うところがずれてればどのうち食わないんで、あのラインが太いから食べないっていうことはほぼない。しかも、PE 直結に関してはバスをほぼほぼ上を見上げさせて食べさせる、要は上で誘ってあげてバスがこう寄って食べるようなイメージなので、ほぼ PE は見えないと言っても間違ってはないかなと思うんで、ラインの細さ、ラインの太さを気にするよりも提灯で誘う場所を気にしてもらうのが一番かなと思ってます。この上から落っこってる木やってみましょうか。この木の横にある浮いてる草とか葉っぱをちょっと利用して引っ掛けて、そこでフォールさせる。次はこっちね。今左側の太い木の下を打ったんで、次は右側。今当たったね。たブルーギルかな、フォールしてる最中に食って、もう一回う、ね、少しわざと落とす位置をずらしてます。そうすることでちょっと魚が探してグッてグッてグッて来たりするんで、たブルーギルっすね、まあ、ある程度こうやってね、ちょっと放落をやってみたけど反応がなかったんで、次行ってみましょう。ちょっと浅いとことか、岩盤じゃないようなカバーを打ってみて釣っていくようなイメージ。上流行ってみましょうか。まあ、こういうカバーだとしてもやって3頭かな。先端、根元、真ん中とかね、そんな感じ。まずは根元、根元上流側で一旦回収と、一旦回収して次は先端、次は先端、先端、先端を誘ってあげると、これでも釣れないってことは、最後は真ん中だけど、真ん中がかなりのマットカバー状で水温も低いから、真ん中の後ろ側、やっぱ水温が低いとそのカバーの先端じゃなくてこういう後ろにつくんで、こういう後ろ側のちょっと真ん中寄りを落とし込む。で仮にここで釣れたら、あ、流れちょっと当たらない後ろ側にいるんだなみたいな、その参考にもなる。でもこの濁りだと本当猫じゃないとアピール効かなそうなんですよね。アクションもちょっと強くしたいんで、進化も 5g に変えました。もうとにかくアクション強め、中層でシャクるんで、中層でセイクするんで、別にそこを取るための 5g じゃなく、シェイクのパワーを上げるための 5g っていう感じで少しウェイトアップ。でもウエイトはどっちかというと強弱を変えるためのもの。そう、あとは突き抜ける、カバーを突き抜ける力になるから、そういう部分で使い分ける。
どの道中層でシェイクするからその 5g のが早いフォールとかそういうのはないんで、ただ動きが激しいと食わない時とかやっぱ軽くしないと、軽くしてちょっと優しく動かしてあげるとかをやってあげないといけないとかはあります。お、いい感じ。見えないけど、ブラインドで尻尾だけちょっと見えた。もしかしたらカバーの奥を使って食わせられるかも。このヘビーカバーに打ち込んで、ヘビーカバーからルアーを出してあげれば食う可能性はある。水がきれいだからこういう時はラバーをカット。ラバーが強すぎる今の状態だと、ちょっと水もきれいなんで、そういう時はヘビーカバーに対してこういうジグヘッドリグを打ち込むと、そのラバー分の強さがなくなるのでかなり食わせに近くなる。プラスよりヘビーカバーに入れやすくなる、ラバーがない分。こうやってラバーをカットしてあげて、ワームをつけると、ちょっと小魚が多いから、これでスイッチオントレーラーの手をカットしたもの、フロントのこれをつけます。おい、釣れたぜ。今ね、ちょっと合わせ遅れたね。ちょっと合わせが遅れた。だけど、やっぱり水が綺麗なとこだから、スイッチオントレーラーのジグヘッドで食ってきた感じ。これ上顎にかかれば100点だったんですけど、ちょっと合わせ遅れちゃったから、このサイドにかかる。ただやっぱラバーをカットしてジグヘッドリグで釣るっていうのは、こういう水がきれいな状態のところでは相当いいと思います。水きれいだからフラフラしてるんですよ、バスが。だからカバーの奥の壁じゃなくて、もうこういう先端、カバーの先端のサスペンドバスを釣ってった感じ。だからキャストしてカバーに引っ掛けて、そのままふーっとこうシェイクしながら落としていって、その途中でバクッと食べた感じ。サスペンドバス。
出てこい。おお、よっしゃ、出てきた。おい、来たね。直下に浮いてた、直下。下顎にかかるって珍しいな。落ちてすぐかな。落ちてすぐのピシッて、多分ジグヘッドでスピードが速いからスパーンって、それで食った感じですね。おお、綺麗な魚。ああ、やってカバー越しでかけても引きずり出せるのってやっぱパワーフィネスだからなんですよね。あれベイトフィネスだとこうやってかけてで待ってなきゃいけないですけど、パワーフィネスなら強引に引っ張り上げられるんで、やっぱパワーがあるって PE っていう強みがあって、やっぱそこをうまく活かせばかなり武器になる。浮いてるわ、バス。すごい浮いてる。今なんか直下だったもん。はあ、尻尾取られたわ。もう一回食うかな。難しいね、あれ。どうすっかな。出てこない、これ出てこんわ。取り行くしかないね。このサイズなんだよね、かかんない。危ない危ない。ほほほほ、ういえ、危ねえ、釣れた。3逃げた。なんとか今弾かずに、そのちょっと加え込ませて合わせたから、やっぱり食べて横に行くから、それで合わせたから横にかかってたんですよ。だからバレちゃった。完全に外出てるバスが。秋っす、秋。おい、今のはいい当たりだった。100点の合わせをしたけど、かかってるところもほらね、上顎100点。カバーの先端に浮いてた。結構ね、もうやっぱ秋っぽくなってて、バスが外外に出てるんで、カバーの先端みたいなところを今パワーフィネスで食わしたと。で、食ってすぐ側合わせしたから上顎にかかる。こうすればまあバレない。これはバレない合わせ。よいしょ。
まあ、パワーフィネスで使うルアーについてなんですけど、僕の中ではほぼほぼスモラバです。もうカメラバの 4g がベースになって、もうなんて言うんだろう、ほぼ7割ぐらいはもうこのスモラバでどうにかするっていうような状態でやってます。まあ、なぜかというと、その上あごにかけやすい、キャスト、アプローチ、操作、そして思ったとこにかける、そしてキャッチ率の高さっていうことを考えると、一番パワーフィネスに向いてるのがスモラバと。なのでカメラバ 4g を基準にして、マットカバーで、濃いぶち抜くにはウェイトが必要だなっていう時は 5g とか、もしくはフォールスピード落としたいなっていう時は 3.5g とかで、最終的に、ラバーすら嫌がってプレッシャーかかった状態はカメラバのラバーをカットして、ここに流儀のね、TC キーパーをセットしたジグヘッドっていうような形でやっていくっていうのが、もう基本的なパワーフィネスの釣りなんですけれども、パワーフィネスで使うスモラバの条件なんですけれども、まず僕に関してはスモラバには僕は結構ぶっといラバーを使います。なぜかというと、その細いラバーでフワ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 って誘うよりも、P ラインなんで張って緩めた張って緩めたっていうラインスラックのこの重さを利用してシェイクするものではないので、結構こうはっきりとバシ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 ってシェイクをするんですよ。なのでそれにあって、こう機敏にこうビビビビって水の中をアピールしてくれる強めで太いラバーっていうのを僕は基本的に、スモールラバージグの中では重要視してます。そして強い針、太軸の針で、なるべく小さめ。これは何でかっていうと、そのビッグフィッシュがかかった時にフック自体が小さい方がスカンってかかった時に曲がりづらい。これがゲイプ幅とかがでかくなったり、フック自体が大きくなるとその曲がりにも影響してきちゃうので、針は小さくそして太くっていうような感じにしてます。でブラシガードは強く、これも非常に重要かなと思ってます。それでいて90度合い、そのアイの角度がしっかり上を立っていて、シェイクをした時に、フック自体が、水平になって、ついてるトレーラーも水平に泳ぐというような形で、スモールラバージグを使ってあげることが重要かなと思ってます。ラバーの色についてなんですけれども、まあ、僕の中でよく使う色っていうのは、4通りかな。濁ってたら、グリーンパンプキン系のカラーとか、ブラック&ブルーとか、まあ、濃い系の色を使う。で、スイッチオントレーラーも濃いめな色っていうのをセットしたりっていうような感じで使うっていうので、次、ちょっと特徴的なのはこの色、ピンク、薄ピンクの白。これは僕はクリアウォーターでも使うことあるんですけど、結構こう水がきれいめでエビがよくいるなみたいな状況下で、このピンク白をよく使います。ピンクってなんか強そうだなと思うんですけど、水の中に入るとかなり自然にこうちっちゃいエビが震えてるようなイメージで見えるんで、その時に使ったりします。あとは逆にワカサギとか食べてる時に、これに、ホワイト系のカラーリング、こういうようなリザーバーシャイナー系のとかスモークとかをつけてあげて、クリアウォーターで誘う時のパワーフィネスはこういうピンク系の色にしてあげたりもします。次が、まあ、僕の中でこうちょっと必殺技的な2色があるんですけれども、通称僕はね、こう毒蜘蛛カラーって呼んでるんですけど、まあ、紫の濃いブラウンに、パープルが混じってるような色で、これはねクリアウォーターでもマディウォーターでもよく釣れる色なんで、差し色としてというより、結構ちょっと困ったなっていう、少し水が笹濁ってるけどちょっと困ったなって時に使います。白の要素も入ってるんで、このゼブラ柄でかなりちょっと特徴的で、あまりこう釣れなさそうだなって思うんですけど、非常によく釣れるんで僕はそういう時によく使いますね。ちょっと困った時に使う。でもう一つはパールホワイトのパワーが欲しい時のカラー、これです。グリーンアンバーっていう色なんですけど、このラバーがね、こう人気系のこういうパンプキン系なんですけど、この下側にホワイトパールの入った真っ白なラバーが入ってます。この実は
ラバーが結構肝で、これすごい主張するんですよ。だこれ全部にするともう半端じゃない主張なんで、あんましてないんですけど、このちょっとだけ入れてるホワイトっていうのが結構魚にアピールを与えることが多いので、僕は結構こうパンプキン系だけれども少し力を入れたいなと、グリパンだけどもう少しパワー入れたいなっていう時にこの色を使ったりします。カメラバの、まあ、トレーラーのカラーリングに関してなんですけど、まあ、基本的にカラーリングは僕は合わせてあげるというか、食べてる餌に合わせてあげるとか水質に合わせてあげるっていうことで、結構こういう感じでピンク白のラバーにはベイトフィッシュ系の、スイッチオントレーラーをつけてあげたりとか、結構餌に合わせて、カラーリングを決めてあげます。ただじゃあこれにグリーンパンプキンつけたから釣れないのっていうと、そうではなく全然釣れます。だからまあそこは、あるもので対応してあげるってことがいいんですけど、やっぱり統一してないよりは統一してる方が僕はいいとは思ってて、まあ、特に影響があるのはクリアウォーター。クリアウォーターだとやっぱそこっていうのをバスは見切ったりもするので、ちゃんと色を合わせてあげる。逆にマッディウォーターだったらもうその色の変化で食わないとかよりも波動なんで、これにグリパン、ピンク系にグリパンつけても全然食いますし、そもう少しそこが緩い感じになります。ただクリアウォーターのビッグフィッシュに関してはそこまでタイトにやってあげないと、厳しいかなと、そういうイメージを僕は持ってます。パワーフィネス、まあ、2本リグるんですけど、ネコリグとスモラバ、この2つを今リグります。まずこのカメラバ、もともと売ってる時はこうラバーが長いスモールラバー軸多いと思うんですけど、このカメラバもそうでラバーが長い。でも一口で食わせるってことを考えると、この後ろのラバーをなくしたいんで、このフックの後ろ、すぐ後ろから押さえて全部切っちゃいます。全部切っちゃう。そうすると一口のラバー汁になると。でこれに今度はワームとかちぎれる可能性も増えてくるんで、僕はこの流儀の TC キーパーっていうものを使ってワームを完全に固定させてあげる。これ結構そのパワーフィネスの釣りでは重要なんですけど、スモラバだとフックがあんまり大きくないんで少しだけ後ろを切ります。4分の1ぐらいかな、4分の1ね、4分の1カットして、このちっちゃくしたものをフックに対して通してあげて、どうするのっていうと、今度このフックに対して通してあげたのをライターで炙ると。まあもともとついてるそのワームキーパーってあるんですけど、ダブルのキーパーになるんで、こうなることによってまあどうなるかっていうと、ワームが釣れない。でカバーに入れてたくさん釣ってもワームが崩れづらいんで、スピードが、効率が上がる。で今日水濁ってるんで、この黒系ブラックブルーのスモラバにグリーンパンプキンブルーみたいな濃いめのスイッチオントレーラーをつけるんですけど、このトレーラーもキーパーがあることによって崩れづらい。最初はねちょっとワームを大切にする深くかける方向でガチッとつけてみようかな。まあこれで全然ガンガンかかっちゃうんだったら別にフッキング力重視でやる必要もないんで。でフッキングが悪い時は浅掛けって言って、このワームの上部に針を通す、背中側に浅掛けする。そうするとフックの出る量が増えるんで、ショートバイトには対応しやすい。逆に、崩れやすいのでワームを失いやすい。なのでそのワームに針を通す位置でもそのフッキングが変わってくるっていう感じ。おそらくそのパワーフィネスがこうどん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 流行れば流行るほど、こうスモールラバージグのパワーっていうのは落ちていくと思うんですよ。ただでさえ今スモールラバージグの威力が落ちてきてるよねって言ってる中で、
カバーの最奥とか誰も入れられないところに入れてるから食ってるものの、みんながパワーフィネスをやりだしたらまたこの波動を嫌って口を使わなくなってくるバスがどんどん増えてくると思います。で、僕は今後パワーフィネスをやっていく中で絶対来るだろうなと思ってるのが、このカメラ場のラバーを取った、ジグヘッドでスイッチオントレーラーをつけたもので、TC キーパーをつけてあげて完全にこうトレーラーを固定してヘビーカバーに打ち込む。今後は多分こういう流れが来るんじゃないかなって個人的に思ってます。まずなぜかというと、ラバーがついてない分すごい奥にまでもっと小さい隙間でも入る。それでいて、アクションのスピードがラバーで止まられない分すごいスピードで機敏に動く、ビビビビビッと。それでいてアピール力が、ラバーのアピールがない分そのボディシルエットだけでこう誘ってあげるっていうようなところで、かなりこう武器になる要素が高い、そしてプレッシャーに強い、以前のカメラ場にバイトしてくるような強いバイトがこのジグヘッドでは取れるので、あ、多分今後はこっちになるんだろうなと薄々感じてます。それぐらい破壊力のあるこのセッティングかなと思ってます。カメラ場とかスモールラバージグ系でアピール力が足りないとか、もしくはこういうボワボワボワっとした波動じゃなく、ワームのそのストレートワームの波動っていうのを好むバスもいるので、そういう時はネコリグを使います。三角 T さんの 5g のネコリグで、上にねこうやってグラブガードをセットした状態にしてあげて、スナグレス性を高くしてあげる、もしくは、三角コティさんのネコリグとか、まあこういう風にやって使ってあげるっていうのがあるんですけど、まあこの時はこの三角 T さんと三角コティさんの使い分けっていうのは、僕はよりアピール力が高い時はこの三角 T さんにするっていうところがまあ基本的なんですが、もっと重要な部分があって、カバーのすり抜けの良さ的にはシルエットが小さい方が圧倒的にすり抜けるんで、カバーをの隙間が小さければ小さいほど、そしてこういうストレートワームの波動が必要っていう時ほど三角コティさんを使います。なぜこう T 字型でオステッドフックのネコリグを使うかっていうと、まず一つはフッキング性能です。ゲイプ幅がより広くてしっかりかけられるってなると、マス張りよりもオステッドフックの方が圧倒的に高いですよ。それはなぜかというと、やっぱりフック的にもそのテキサスリグでかけるのと一緒なので、圧倒的にフッキング率がいい。それともう一つなんですけど、やっぱりこう水押しが必要になってくるときに僕はネコリグをよく使うんですけれども、より水を吸うっていうことを考えると、フックの部分を稼働した方が絶対にアピールが高い。それでいて、プレッシャーの高いところだと、普通のストレートワンがくねくね動くよりも、こういうフックの部分のパーツも動いてくれた方がアピールは大きくなるんで、しかも見たことないっていう部分で食うので僕は使ってます。まあ一番は、あの僕自身がもともと作った由来は、僕自身がオフセットフックでカバーでかけたいなっていうところから発祥したような形です。これはもうネコリグの上につけるんですけど、このグラブガードっていうのを通して、その前にこうやってテキサスリグのシンカーを止めるストッパーをつけてあげて、こうやって完全にくっつけると。グラブガードに関してはゴム製なので、すっぽ抜けちゃう、細いと。なので僕はこうテーパーの効いたストッパーを使ってます。これはデコイの進化ストッパーですね。インフィニ、流儀のインフィニの10、これがネコリグ用で僕は普段使ってる針です。で、結び方は先ほどと同様、 W2 ノットで確実にほどけない。で、これができたら、進化をつけるところに僕の場合は針をぐーっと一度通してあげて、進化ホールをつけてあげると。で、普通にリグってあげて、で、最後にネイル進化 3.5g のネイル進化を差し込んであげると、こんな感じ。まあ、なるべくちょっと重心を下にしたいんで、ちょっと進化を出してあげて、僕はセットすることが多いです。これを中まで全部入れちゃうと、どんどん重心が真ん中に行くので、
カバー突き抜けなくなったりとかいろいろあるんで、こうやってより重心を下に先端部分に集中させるために少し出してあげてセッティングすると、まあ、こんな感じでやってあげるとネコリグの基本的なセッティング方法が完成です。水温も多分ね、その夏の間に上流にいたバスたちがどんどん落ちてくるタイミングだと思うんですよ。で、その本湖まではいかないけど水深が出てくるような場所に魚が多分たまるタイミングなんで、まず朝上流に上がりつつ、そういうある程度全体の水深が浅くなってきたなと思ったらちょっと釣りを始める感じ、最上流にここから上がりつつ見ていく、そんな感じですね。この木ちょうど水に刺さってるピンスポット、うん、ちょうど刺さりきったところ、刺さりきったところじゃなくて刺さり始めるところをまずの後ろをちょっと攻めてみます。でここはちょっとなだらかなとこだから、バスがちょっとフィーディングにやる気があった状態でフラフラしてるバスはこういうとこにいると思う。要はずっといるんじゃなくて、こういう浅いところでご飯を食べに行こうかなっていうバスが立ち寄るような場所で、まずここを攻めてみて、次先端深い側ね、先端ここ、次は先端を攻める。ゆっくりゆっくり沈めていって、これ今ボトムについた、ボトムでついて誘って食わないで回収、最後の一番浅い側、一番浅い側のここ、もうほんと浅いんで底つけずに一回上でシェイクして食わないと。そしたらまあこういうとこ泳いでないんだなっていうことでカット、釣らない。で上流に上がってくるんですけど、上流に上がってきながらシャローを見てく感じですね。まず朝はなんかやる気のあるバスいるかなとか、魚が仮に見えたら他に見えなくても泳いでるやついるんで、こうやって朝の段階では、広く見つつ釣っていくような感じ。あんまりこうひたすら投げたりは僕はしない。特にパワーフィネスの場合はなだらかなとこにある一番いいよねっていうところ、アウトサイドベンドにある一番いいよねっていうところだけを打って、探っていく感じ。この竹はね、見た目プアなんですけど打つ、なぜか浅いとこと深いところのちょうど中間にあるんで、てかその切り替わりにあるカバーなんで、こういうカバーはねちょっとプアでも打っとくのがおすすめ。うお、直下にいた。これはフィーディングのバスだね。フッキングの瞬間ぶっ飛んできたけど、おい、ずれた。フッキングは30点、横にかかってるね。油断した証拠。もうかなりね直下に浮いてて、やる気のあるバス、かなりやる気のあるバスだから、いいとこにいた感じ。じゃあね、超元気。ほらもう逃げた。もうね、餌を追ってる魚がいるとこの典型、
岩盤上の硬いこう岩でできたような地形に左側にねこう土が溜まってるじゃないですか。で深いからの浅くなるとこのカバー釣ったのはここ 見れば分かる。岸際を見れば分かるんですけど一気に浅くなってるじゃないですか。もうなんか土が溜まってる、なんかなだらかになってくる。イコールどういう意味かっていうと、例えば夜のうち寒い時はあの深い側の岩盤にいたバスが餌を食べようとこの浅いところに乗っかってきたっていう、一番典型的にいいとこで釣れたバスですね。イコール今じゃあどういうとこやるのかっていうと、浅いところをやるっていうのは一個の手なんですよ。浅いところやるんだけど深いところの横の浅いところがベストかなみたいな、そういうのの指標になるんで、バスのコンディションも良かったじゃないですか。ってことは今そういうバスを釣っていくことが重要。ここは結構深いところの崩落に入ってるんで、多分フィーディング餌を食べに上がってきてるというよりはここに留まってるバスがいると思うんで、それを釣るようなイメージ。だから十分ボトムでも釣れる可能性あるんで。左側からの筋今干上がっちゃってますけど、左側からの筋と右の筋の流れがぶつかるとこなんで、多分なんかいろいろ溜まるんでしょうね。立てそう、これ立てそう。3メーター分刻みますね。おっしゃ、結構深い、おい結構深いよ。いたね、崩落入ってた。でもフッキングは45点、ちょっと深くかかったけど、これは崩落の多分深い側の木の下にいたっすね。だからまだ多分完全にその浮いてきたっていう感じではないけど、カメラは 4g にスイッチオントレーラーで木の裏、崩落の裏釣れた。バイバイ。おお元気だね、すぐ逃げる。なんかあるかもしれない今日は、その横にかかる火がなんかそういう傾向がある。別に今のはねフッキング失敗してる感じはしないんですよね。でこうやって見ると分かるんですけど、ほんもね上からの崩落が出て、これ土なんですよ。土で流れが当たってて、この木があるんですけど、この木のボサボサの下に空洞があるんですよね。その下の空洞に入れ込んで釣った感じ。だから本当だったらね、例えばこういうとこにいたらやる気がある、一番流れの当たる上流がいたらやる気はあるんですけど、この木の裏にいた感じかな。もうちょいどこがいいかな。ここ最初はちょっと先端打つか。わあ危ない。今なんでそこを選んだんですか。今はねちょっとこうさっきのバスが崩落の深い側にいたから、ちょっと寒いの嫌なのかなと思って、こ
ここだったらその放射冷却が避けれるからありかなと思って、まずこの先端部、ただ放射冷却は避けれるけど流れの当たるところ、さっきのバスもね何気に流れの当たるところにいたん で次は流れの当たらないところ、この裏結構深いよ、結構入る、これ空洞の中にうまくルアーが入り込んでる。で今ここの下打ちました。あんまりこうやって、ああもう最悪ね、最悪よ、今みたいに音立てちゃうと結構きつい、だからちょっとこれは上流側打つ、影響があまりなさそうな、多分この崩落にもバス一匹いると思うんだけどな。こうカバーの際に落とすのとカバーの中を突き破って落とすのってバスにとって全然違うんで、バイトが深くなるというか外側に落とすので食わなかったりするんですよね。あーこれもダメダメダメ、出ちゃうカバーから。こういうキャスター完璧だったりする。こう岸にね魚が近づいていってパクって食べるイメージを作ってあげる。なんか釣れなそうだけど一回一応上まで見てみますわ。取り残され組って言って最後まで上が好きでね、上から降りないバスとかもいるんですよ。でもギリギリまで上にいるみたいな。ただ結構ロングシェイクしてあげないと食わなそうな感じ、そんなになんかおせおせな感じを受けない。ほら痛いよ、やっぱり取り残され組。うわ危ない危ない、バレそう、危ねえ危ねえ危ねえ、ちょっとこれ優しくやろう。やばどこだ、あ上がるか、おっしゃ上がった、ほらねえ70点の合わせです。ちょっとねオープン気味なところに落としちゃったからどうかなと思ったけど、多分バス寄ってきて食ってますね。寄ってきて強引にね突っ込むのもありかなと思ったけど、バスのサイズがそんなに大きくないからゆっくり近づいてふっと上から上げられるなと思って、あえてエレキ全開にせずに近づいて食わした感じ、あえて取った感じ。パワーフィネスの基本的なキャストは、まあ、僕の中では3通りあります。まず一つは下からピッチングですね。ピッチング、このキャストは一番使う、一番そのいろんな状況で使うっていう基本的なキャストです。次は、スキッピングを絡めたサイド、これは下からルアーを滑り込ましてその中の奥まで入れ込む、上から提灯で誘うんではなくその奥にある、葉っぱが溜まってたりとかいろいろこうフローティングカバーになってるようなところを滑り込ませて最奥で吊るすっていう時に使います。でもう一つは、このラインをね、このバットラインを使った形でのピッチング、これはまあどういう時に使うかっていうと、振るロッドを振るスペースがない時とかそういう時に、結構対応するようなキャストで、このキャストに関しては
遠距離でも問題なくいけるんで、ある意味その近距離から遠距離までもその振るところがないところとか、もしくはバスがいてキャストするとそのロッドを振ることによって、バスに見切られてしまうとか、そういう状況の時に使うっていう、基本的には、まあ、こういう3つのキャストを使いますね。まあ、オーバーヘッドとかっていうのはもうあまりパワーフィネスでは使わず、やはりピッチングサイド、そしてフリップキャスト、この辺を対応して、釣りをしています。パワーフィネスで使うべきロッドっていうのはもう竿先から強いサムっていうものをチョイスすることがキーになります。イコールどうなるかっていうと、竿が曲がらない、キャストの時に竿が曲がらないんですよ。なので基本的にロッドって竿を曲げてルアーを投げてくださいっていうのが基本的になると思うんですけど、パワーフィネスに関しては竿が曲がりません。なのでじゃあどうするかっていうと、肝はその竿にルアーの重さを乗せて曲げることができないので、手首のスナップで投げる。なのでスイングは速く、イコールタックルは軽くっていうところが重要になってきます。まあカバーに対して打ちたいところに対して10センチ20センチずれちゃったな、でも近いからいっかっていうような状態にするのか、まあ、どのぐらいがミスキャストなのかっていうと、もうほぼ僕の中では完璧にこの木に引っ掛けてこのまま落とし込んで提灯で誘いたいっていうことよりずれたらもうミスキャストです。なので回収して打ち直します。一番使用頻度の高いキャスティング、ピッチングです。まずこのピッチングの仕方っていうのは、2通りあって、中指でスプールを押さえてもらって、ルアーを止める、キャストの時に。でそうして、まあ、ルアーをこのリールのちょっと上あたりに止めてあげてキャストをするっていう形なんですけど、近距離中距離ぐらいで、僕はこのキャストをよくします。でまあ、キャストのフォームなんですけど、基本的にピッチングがこうね、大体こうキャストをすると意外と初めての方ってルアーが墜落しちゃうんですよ、すぐ下にポチャって。なんでかっていうと竿が曲がらないんで、非常にそのパワーフィネスって投げづらい、最初慣れるまでは。なのでそういう意味でも初め慣れるまではちょっと竿をキャストする、竿の位置を上げて上げてピッチングすると投げやすいかなと思います。なのでまずはキャストで墜落しないようにぼちゃっとね、足元に墜落しないように投げるっていうのを練習してみてください。で次、遠距離でピッチングする場合っていうのは、今度は人差し指を使います。人差し指でも基本的にこの糸を持ってあげてルアーを持ってピッチングする。キーはリールを上に置くっていう、リールを上にするっていうことが結構キーになります。そうするとどうなるかっていうと、リールを上にすることによって圧倒的に距離が伸びるのと同時にルアーが墜落しづらくなります。なので、まずこの遠距離のピッチングを覚える際は、糸をこうやって持った時にリールを逆手にする、それでピッチングすると、これがまずロングディスタンスでのピッチングの基本動作になります。いいところに落としてもボチャッと着水してしまうと、結構バスがね、見切ったりとかバスが逃げたりしてしまうので、着水音をかなり気を使っています。水面にルアーが触れる瞬間にピッと止める。そうすることによってルアーがこうピューって飛んでって水につくかなっていう時にピッて止めることによって、そのままポトッと下に落ちると、シューンとそのままサミングをしないでいくとボチャッと入ってしまうのが、サミングをすることによってここでサミング、これが結構肝になりますね。まずそのキャストができるようになったら、今度着水音に気を使ってあげて投げてみてください。基本的にはサイドでも普通にサイドをするんではなく、隙
キッピング気味に投げていく。でこの時にルアー自体が比較的軽いルアーなんで、コツとしては、キャストを強くキャスティングするっていうのが基本になります。強くキャストして竿が強い、糸がピーっていうこともあって強くキャストすることによってスキッピングで中まで滑り込ませる、そういうキャストがまずこのパワーフィネスでのサイドハンドキャストとなります。では強くやるっていうのはどこを強くやるかというと、先ほど言った通り竿を曲げてのキャスティングっていうのがパワーフィネスは難しいです。なのでキャスティングの動作自体を早く強くやるんです。そうすることによってどうなるかっていうと、ロッドスイミングのスピードがスナップと同じ要素になってキャストスピードとルアーの弾道の速さにつながります。なので基本的には早く振ってあげて強く奥にスキッピングさせる、これが重要な部分ですね。サイドキャストの垂らしについてです。まあ、基本的な長さでは長さとして、まあ、2通り僕はあるんですけど、まず基本このぐらいの長さ、あんまりまあ基本的に普通の長さですよね。この20センチちょっと30センチないぐらいの時は、中接近線で下から滑り込ます時に使います。で逆に、垂らしが長い時だと、うん、このぐらい、まあまあ60センチ70センチぐらいの垂らしの時があるんですよ。ロング垂らしを長くと、これはどういう時に使うかっていうと、ロングディスタンスでサイドキャストをする時に垂らし長めにします。なぜかというと、先ほども言った通りパワーフィネスはロッドがティップから硬くてルアーの重さを乗せて投げることができません。なのでキャストする飛距離を伸ばすには遠心力を使う、ルアーの垂らしが長い分遠心力が効くんで遠心力を使ってキャストするっていうところが必要になってくるので、垂らしは飛距離によって使い分けます。今まではね右手キャストしてる手でサミングをしてたんですけれども、サイドキャストの場合は左手を使います。キャストしてスキッピングして、スキッピングが終わるタイミングでベールを上げる左手で、そうすることによって、まあ、スキッピングしつつあそろそろだなっていうところで左手サミングして立ててあげる、これが非常にやりやすいと言いますか、こっちの方が圧倒的にやりやすい。右手でサミングしていくと、まあ、こういう形になるんで、ここからベールを下げてシェイクのフォームに入ると結構時間差が出てしまうので、なるべく時間を短縮するためにも左でベールをパッと上げてサミングしてあげる、そこが重要になってきます。接近線でのキャストからロングディスタンスのキャスト、どちらもいけるのでかなりパワーフィネスの釣りにおいては使う場面が多いかなと思います。ただ難しいのは糸がハンドルにこうやって絡んでしまう場合があります。なので初めてやる方は結構こう投げた時にここに絡んでぐるりーんと回ってしまうような状態になるんで、ここのハンドルに絡まないように気をつけつつ投げる、これがね結構肝になります。なので初めての人はハンドルを下に下げた状態で投げてあげる、これを気をつけてあげると引っかかりづらくなります。ハンドルを少し下めに置いておいてキャス、これがまず、ハンドルに糸が引っかからず投げるコツかなと思います。このフリップのキャスティングでなぜ竿の振りをコンパクトで投げれるかというと、この左手に肝があります。これどういう意味かっていうと、この左手、先ほどもパワーフィネスで言った通りロッドティップからガチガチに硬い竿でパワーフィネスはやりますと、そういう竿ってロッドに重さを乗せて投げるっていうのが難しくなる、イコール、糸のこのルアーの弾道とか遠心力とかを使って投げる、それがキーになってくるんですけど、だからこそこの左手をクッと引き上げることによってルアーが
すごいスピードで、速いスピードでこう後ろに僕の方に飛んでくるんですよ。この僕の方に飛んでくるスピードを生かして投げるっていうことが重要になってくる。で、初め絶対失敗しちゃうんで、初心者の方でもやりやすい方法としては、僕がよくやるのは、ここのリールのちょっと上、もしくはリールあたりにルアーを置いてあげて、ここの糸を少しだけこうやって持ちます。少しだけで、このまま竿をブランブランブランとやります。ブランブランブランとやって、ルアーが前に行くときにこの手を離してあげる。まずこっから覚えてもらって、これをどん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 慣れてきて、あ、慣れてきたな、慣れてきたなっていうのができるようになってからの、今度は手首のスナップを使ってキャッスル。そういう風にすることによってどん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 キャッスルのフォームが覚えていくので、まずそこからやっていただくといいかなと思います。何がピッチングと違うかっていうと、やっぱ基本的なキャッスルがピッチングっていうのには大きな理由があって、ピッチングの方が圧倒的にサミングの調節がしやすいんですよ。なので、ここに落としたいっていうところに関しては、もうこの中指を使ったサミングが圧倒的にやりやすいので、このフリップキャストにはなかなかこう細かい調節でルアーをそこに落とすっていうことが慣れないと難しいので、そういう意味でも僕はこのピッチングがメインになります。パワーフィネス、初心者の方がパワーフィネスを初めてやるよっていう方が一番つまずく部分っていうのは、もう正直キャストだと思ってます。なんでかっていうと、もう先ほど言った通り、ほぼほぼ墜落する、下にボチャンと落ちてしまうっていう時に、じゃあどうやって投げたらいいの。初めもう覚える最初の数ヶ月はもうある意味単純でいいです。糸をこのスピニングの釣り同様、糸を人差し指で持ってもらって、ルアーをブランブランとやります。で、障害物に対してポンと人差し指を離すだけで、離したらすぐ落っことさないで、ポチャッと落としたらすぐベールを上げて上からシェイクをする。まずここから覚えてください。岸際目の前、カバーになるべく近づいて、振り子のようにして人差し指を離すだけ。これで接近戦でもいいので、こういうスモールラバージグみたいな CC ベイトをカバーに落とす、こっからまず始めてみてください。今ちょうど下流に降りてった人がここ打ってたけど、すぐ打って、てか打った直後に今僕は入ってるんですけど、でも意外に大丈夫なんですよ。なんでかっていうと、仮にこの結構規模が、カバーの規模でかいんで、人が来ると多分ビビってカバーの中入るんですよね。だから、その僕の存在さえ気づかれなければ、カバーの奥で隠れてるやつを、急にこうふわーってスモールが来て、人の気配もなくなって、あ、これはさすがに餌だな、パクみたいな、そういうこともあるんで、こうやって周りにカバーがないところの人が打った後っていうのは結構あり、ただやっぱ人のプレッシャーでカバーの中に入ったバスっていうのはロングシェイクが結構重要になってくるんで、要はやる気があって浮いてるわけじゃないんで、その結構ちょっとしつこめにシェイクをするのがおすすめですね。いそうだけどね、こういう崩落。やばい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 、こういう時は、ああちょっと待って、押してきた、押してきた、
おい、ほらやっぱ横にかかった。なんかあるな今日。ちゃんと合わせてるけど横にかかるっていう、今日多分食い方なんだろうな。ここも太いね。これね、タフだから釣れてる。タフってカバーについてやる気がないからパワーフィネスがハマる。確実にそれ。ちぎるがね、カバーに入ってるっていうのがでかいんですよ。もうちぎるがフラットに出ちゃうと外の釣りになっちゃうから、これまたパワーフィネスがきつい。もうちぎるが崩落とかカバーについてるのがもう相当いい、ハマる感じ。で今日ももしかして日が上がってきて活性がより上がってきたらパワーフィネスじゃなくていいってなる可能性もあるんで、そういうことも十二分にある。外にバスが出るっていう行動をとった。それはやっぱ朝の冷えてカバーについてっていうこの条件の時にパワーフィネスがめちゃくちゃ効くっていうとこにもつながる。しかもちぎる食ってるから、こんなちっちゃい、そのちぎるがパワーフィネスのこのカメラ場とマッチするっていうのもあるんですよね。仮にやっぱ外にいる、バスが外にいるやつの方がやる気あるから、先に多分外打っちゃった方がいいかなと思って。今の状況、さっきの一匹が意外とパラパラっとしたところにいたから、だから中は後で打つ感じ。100点合わせ、100点かな。これはバイトが深くなってきましたね。100点じゃないな、ちょっとまだ皮1枚な、皮1枚っていうか薄皮なとこにかかってるから、もしかすると外れやすいけど、バイトは深くなってぐんってくる感じ。しかも少し中ぐらいで最欲じゃないから、ちょっとずつバスが出てきた感じ、流れに対して。釣れる釣れる、パワーフィネス。いけるぜ、これパワーフィネスハマってる。今のどこだ、この辺だもんな、多分釣れたの。この辺で少しインサイド、この外側まで出てきてたらすごいなと思ったけど、そこまで甘くはなかったですね。ちょい中。今ここまでの釣れ方を受けて、うん、シェイクとか時間とかはどう調整してるんですか？今これからはもう少し雑にする。朝は結構ロングシェイクだったんですよ。その水深を刻むスピードも遅いし、その中層でシェイクしてる時間も長いっていう感じだったんですけど、これからはもう少し早め、フォールスピードも少し速くするし、シェイクの幅もちょっと強くする、なるべくそういう風にした方が多分効率が良くなってくるんで。ただ朝の感じは、表に出てなかったんで結構長く、水深浅くても長く長く、そのすぐボトムにつけずに中層でロングシェイクでやるっていう感じでしたね。これからはね、ちょっと変えてきますよ。もう少し早めに。人のプレッシャーっていうのはどう働くんですか？うん、いやプラスでしょう。カバーにバスが逃げるから、こうやって水が減衰してて着く場所が少ないじゃないですか。こうやって見ててもね、あんまりカバーに着くてか、なんか物に着くとかフラフラするとかっていう場所が少ない今みたいな状況下だったら、その仮にバスがじゃあふらついてたとしても、人がたくさん入ればどんどんそいつらがカバーに逃げ込むから、明らかにそういう人的プレッシャーはプラスだから、人が多ければ多いほどパワーフィネスは
はまるっていう感じ。バスがねこう嫌がるから、嫌がったバスまで釣るっていうのはあんまりかもしれないけど、トーナメントだったらね釣んなきゃいけないから、そういう意味ではやっぱりプラスになる。風吹いてきた。ピシッ。基本シェイクで落としていくのがいいっすね。ちょっといろいろリアクションとかやってみてるけど、多分このシャローでやるんだったら、多分このやっぱ上からのシェイクが一番今単純に食うかもしれない。これもうスモラバを嫌う時とかあるんで、透明度がそんなにないっていうのも多分こういうシェイクとか効いてるのにプラスしてるかもしれない。これ透明度高かったりするとやっぱスモラバとか嫌ったりするんで、波動が強すぎて。で今の時点だとあれだな、多分波動は強めの方がいいかも。だからジグヘッドとかももしかするとちょっとこれを スイッチオントレーラーの爪をカットせずにつけるのがいいかもしれない。こうやって前の爪もありで、でもこの方が波動出るから、もう絶対釣れんな。あー、むずい。尻尾だけ取られた。尻尾だけ取られたわ。あー、手も取られてる。色変えてみようか。こういう木に触れちゃダメなんです。この木に触れるとメインの木が揺れるから、ちょっと強引だけどこうやって大回りで避けた方がいい。そこの木と繋がってるから、ガガガってやっただけで木が揺れちゃうんですよ。で、良くないんで、こういう伸びた木は触れない。こういう規模の大きすぎるカバーはパワーフィネスにちょっと向かないんです。そのやるべきところが結構増えちゃうから、パワーフィネスのその寄せる力ってそんなにないんで、徹底的に打つってことはちょっと時間かかるんでやりづらいです。丹念にやった方がいいけど、時間かけすぎちゃうとダメなんで、難しいとこなんですよね。こういう音も本当は良くない。くっと、おやばい、やばいやばい、糸だ、糸、お釣り糸に引っかかってる。おー、危ない危ない、スリートスリート。居残り組かなこのバスはね。えいたけどね、ほら結構でもバイトは深いし、フッキングモーションがちょっと遅れてるからこうやって飲まれた。久しぶりに三島湖来たけど、やっぱいいっすね三島湖ね。あーし、バイバイ。あーって感じ今のバス。偽物か。すげえいいとこに来たからエビかと思ったんだよなみたいな。
今みたいなシチュエーションで食ったら、うん、合わせはどういう風にするんですか。ちょっとスイープにする。一箇所で思いっきりやると、その金属なんでラインブレイクしちゃうんで、一箇所に集中させないでやる感じですね。あまりおすすめはしない。一気に引きずり出すというよりはスイープに合わせてそのままポーンって抜き上げるイメージ。ベイト入ってるからね、ありそうだけどな。あそこ釣れそう。あー危ない危ない危ない。おっしゃ、うわーお、よっしゃ、ここの下いそう、いるか、ほらいたね。おっしゃ、おい、きたー。100点青さ、お、100点の青さで外れた。マジかー。ってことは100点じゃないってことかな。でもこれはね、透明度上がってきたんで、これスイッチオントレーラーの 4g のカメラ場のジグヘッドにしてパワーフィネスで釣った。透明度が結構キーかな。スモラバだと強すぎるなと思ってそれで釣った感じ。ここ今釣れた場所はここも釣れそうだなってもちろん思うんですけど、ね、この木の中で唯一ここだけねボサが引っかかってんです、ここね。でそのボサの下にいそうだなこれと思える地形してんですよ。シェードシェードシェード、ただの木のシェードで、今僕が釣ったやつはここ、ここにオダが引っかかってんです。でそこをこうこういう風にやって落としていって、このオダについてるであろうバスを釣った感じ。なんかパッと見ね、木で釣ったように思うんですけど、水中のこのボサを釣ってったイメージ。まず流れがこうあるんで、僕は今上流側から投げて釣った、上流から流れでこうちょっとドリフト気味に入れ込むっていう、それで食っちゃったんで、それで食わない場合はこの中で後ろ側で通してあげる感じにする。だから2等かな、2等やる感じ。イメージは基本やる気あるやつは上流側で、バスのフラフラしてる姿も見えてきたからもう中側やる必要ないなっていう感じで上流からやって、釣れなければ中、そんなイメージ。パワーフィネスの動作の解説です、まあ、キャストして落ちる瞬間パッとサミングしてあげる。その中で今度シェイクを開始するんですけれども、基本的にロッドは立てすぎない。なぜかというと立ててこうやってシェイクしてると食べた時に合わせが効かなくなってしまいます。なので、基本的にシェイクをしてる位置は、手元から真正面に竿先がある状態から少し上ぐらいまで、このぐらいまでですね。でバスが食べた時にダンと
かける力をちゃんと伝えられるように、高く持ちすぎないっていうことが肝です。枝の種類によって落ちづらいものとか、こうふにゃ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 ってなるような素材のものとかはあんまりこう低い位置でやってるとあんま落ちないような状態なんで、そういう時はこうちょっと高く、手自体を高く持ってあげて送り込ませるようなイメージで落とし込んでいくと。でも食べた時はこのままバシッと合わせていくっていうところなので、一番重要視するのは合わせるその距離がちゃんとキープできる位置で構えてあげるっていうことがまず一番大切です。シェイクをしてる時の左手で僕がこう糸を持ってる理由、これはまず落としたい時にスッと糸を落としてあげるっていうこともあるんですけど、一番は当たりを感じるため、こうルアーに近づいてってパクッといって回転する前のパクッとした瞬間を捉えるためにこうやって左手で添えてます。そうすることによってパクッとした瞬間バシッと合わせればどうなるかというと、バスが反転していかないで下に行く前に一気に引きずり出せると。で反転して一気に行ったイコール横にかかるんで、上顎にかけられないとバラシにつながるので、とにかく初期の口の中に入った瞬間を捉えるために左手を添えてシェイクをしています。持ち方なんですけれども、基本的に僕は3フィンガー、この小指と薬指の間にリールを入れてシェイクをしています。まあ、なぜかというとキャスティングの時に僕はその中指でサミングをするので、一番サミングのしやすい位置からシェイクっていうようなことをするためにも、この一番小指と薬指っていう部分を使ってシェイクをしてあげてるっていうような状態です。Pラインでルアーをシェイクするコツなんですけれども、フロロカーボンっていうのはラインスラックが出てラインの重さでシェイクをするので、結構ラインスラックを叩いてファ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 と優しくシェイクをするんですけれども、 Pラインでシェイクするときはどちらかというと、ちょっと強く、ラインを揺らしてあげる、ルアーをこう震わせる、それが結構肝になります。なので、このリアグリップを僕はここのに当てつつシェイクをしてあげる。でちょっと強いんじゃないかなぐらいな感じで、人が見るとシェイクをしてあげるっていうのが僕のやり方の特徴で、基本的に水中で、ヘッドがちょっと暴れてるぐらいを目安にシェイクをしてあげるのがいいです。なぜかというと、ちょっとヘッドが暴れてるぐらいでシェイクすることによって口の中にパクッと入った瞬間が暴れるのが止まるんですよ。なのでその食った瞬間が分かるからこそ、バスがこっちを見てる状況でバンと合わせてあげてそのまま引きずり出せるっていう形になるので、食べた瞬間を気づくためにもヘッドを揺らす、ヘッドをちょっと暴れさせるっていうのが理想になります。ただこれ状況にもよって、クリアウォーターとかでそのバシ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 シェイクすると食わないバスもいるんで、そういう時はやはり細かくシェイクしてあげたりとか優しく誘ってあげるっていうのが重要になってくるので、それはもう状況によります。基本的に左手をうまく使うっていう感じです。右手ではもう右手というか利き手でシェイクはした状態を継続していく中で、左手で持った糸を入れてったで、また糸を出してこっちの左手の糸を落としたい分だけ糸を持ってあげてシェイクをする。でまた落としていくと。もちろんロッドワークでこうやって徐々に落としていく、落としながらシェイクをしていくでもいいんですけど、慣れない人はこっちの左手とか利き手じゃない方を使ってあげて、ゆっくりねこうやって糸を送り込んであげつつ利き手ではシェイクをするっていうところをやってあげると、シェイクしながらフォールっていうのがやりやすいかなと思います。で例えばねこの竿のどんぐらいだろう、70センチ落としていくのに1、2、3、4、5ぐらい5秒ぐらい
70センチを5秒ぐらいの頻度で落としていくっていうのは基本なんですけれども、水深とか、水温とか、バスの状況、カバーの大きさによってフォールさせるスピードとか、シェイクをする層とかを細かく調節してます。基本すごい水深があって縦ストで、竹がねこう真っ直線に刺さっていて、バスにとってある程度視界が効いてる状況で活性も比較的高ければ結構早く落としちゃっていいんですよ。シェイクをしながら落としていく落としていく。でもこれが例えばですよ、でかい木があって、そのでかい木に対してごちゃごちゃしているところに対して一投で入れてその深い水深を攻めていくとなると、バスにルアーを気づかせてから、追わせて食わせるにはある程度外側から寄せなきゃいけない時間が必要になってきます。そういう時はどうするかというと、シェイク時間を長くしてあげてバスに気づかせてパクッと食べさせる。高活性なら早く打って早く落とす、低活性なら打ってもゆっくり落とす。カバーが濃ければ、シェイクの時間を長くする。カバーが薄い、もしくは縦ストみたいなほぼカバーとしてというよりはもうサスペンドするような場所でやるんだったらフォールスピード速くとか、そういう風にやって調節してあげて、シェイクする時間とかいろんなものを調節してあげるのがパワーフィネスの、真骨頂と言えるかなと思います。あ、2匹いる。あ、バスいる、バスいる。なんだ、いるじゃん。いる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 。どうしようどうしよう。どこだ。落ちてきた。これじゃさすがに食わねえだろ。このカバー入ったか。パワーフィネスだな。よし、入った。やっぱり食った。ちょっと待って、ちょっと待って、これはまず、頼む出てくれ。キョ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 、まとまった、まとまった。よし、これでいける。やべ、うい、ちょっと待って、届かん。これで、よし、届いた、よし、届いた、よし、よっしゃー、居残りバス。痩せてるけど、かなり痩せてるけど、きた。これどうしよう。とりあえずカットしよう。ここをねカットして、ほら痩せてるけどね、げっそり上流居残り。見てこの皮一枚、あぶねー。もうでもかなりかわいそうなぐらい細いけど、今見えたバスをカバー使ってうまく釣った感じ。パワーフィネスのだから釣れた感じですね。ちょっと細いからね、上流に残っちゃってるバスだから、バイバイ。いやー、かなり大変だった感じ。今のはね、その一回自分のことがバレちゃってて、その一回バレちゃった状態でそれでもなお釣ったんですけど、まあ、どうやって釣ったかっていうと、ちょっと待ってください、もう一匹バスいるわ。これバス見えてるんですけど、岸向いてるんですよ。それを押さえて、いくよ。これ上から釣るから、こうでしょ。でこれだってやりすぎだな、もうちょい
完全に糸の存在を消して食わすんで、こうね、今落ちましたよ、見てください。これね、こんな感じ。バレた、惜しかった。この上からこうやって誘うっていうのは、基本ここまで釣る引っ掛けるのって多分パワーフィネスじゃないと難しいんですよ。だからこれをもうほんとこの上までルアーを通してあげて、完全に糸の存在を消してやると、もうドルフィンバイトしてくるんですよね。僕今ミスっちゃったんで僕は悪いんですけど、そのああいう本気食いさせるのもそのパワーフィネスだから無理くり投げれるっていう、だからこう空中の虫系のパワーフィネスっていう技もこうやってあるんですよね。で、岸にやっぱり今のタイミングカバーから出てやっぱ岸に出てるから、今の魚はもう岸際に入ってた感じで、もう一匹僕が釣ったやつは僕の船を通り越したんで、怖いからカバーに入ったやつを釣った感じ。そうやってやることによって、まあ、カバーをうまく使えばこうやって魚釣った後でも次の一投で反応させられたり、いろんな状況の魚にやることができるっていう、パワーフィネスにしかできない技ですよね。ミスっちゃったけど、気配を消して流されながらパワーフィネス。とうとう見えバスが出てきてますからね、今。多分外側にもねバスいたりすると思うんですよ。すごかった今の。ズゴ入った、直下に浮いてたっすね。あ、また横向いてる。ジグがやっぱなんかあるな。今のも完璧に合わせたつもりなんだけど、上顎の奥じゃなくてサイドに、でもいたね、直下に浮いてた感じ。まあ活性だろうな、多分活性。そのもっと多分活性が下がっていけばあれなんだと思う。パクって口の中に入れるだけになるんですけど、今はまだちょっともんどり打つんだろうな、バスが。水が濁ってきたからブラック&ブルーに戻します。濁ったらブラック&ブルー、これね定番です。シャロー、こういうシャローは多分スモラバだと強すぎる気がするな。存在感ありあり。
しゃラスト来たね。横、真横、結構深かったですね。今のはこの縦に刺さってるカバーでかなり深いレンジだけど木が絡んでるところっていうのをずっと落としていったら来た。なんか水深あるところのパワーフィネスって感じ。餌があって自然なところと、これだったらバスが餌を追い込みやすいぞと錯覚させる場所っていうところにルアーを置いてあげるっていうことが重要。バスを水の中で見ると意外とバスの目の前にたくさんのベイトだったりいろんな生き物が結構泳ぎまくってるんですよ。なのにバスはそれを食べない。でもある一定の条件を満たした時にバスは食べるようなイメージを持っていただくと分かりやすいんですけど、それは何かというと絶対にここに餌があれば追い込んで確実に餌が取れるっていうようなところが一番重要かなと思ってるんですよね。だからこそ壁しかなくてルアーがあってもここしかないパクって食べるように思わせるところに吊るしてあげる、提灯に誘ってあげるっていうのが重要になるかなと思ってます。まあ、壁っていう表現だとどうしてもこういうね本当の壁になっちゃうんですけど、もう壁っていうのは全ての角だと思ってください。例えばこれ木がこうあったとしたら、もうこの木の裏も壁、横も壁だから、こうポンって提灯で誘ってあげてこの辺で餌だよってやってあげれば、もうそれは壁に対して追い込むとか、周りにたくさんの木が生い茂ってるとこをスーッと入れ込めば、バスからすればあなんか出てきたパクッと食べると、なんかこう魚にとって、これだったらいけるぞって思わせる錯覚するシチュエーションっていうもののところにルアーを置いてあげればいいかなと思ってます。一番はもちろんそのこう木があったとしてズボッと入れてあげて、その木に対してすぐもう木の直下でバクって食べさせるのが理想です。なぜかというと魚が寄ってきてバクッと食べさえすればフッキングモーションで木から抜けるから。でもそこまで気づかない、水が汚い、水に色がついてるとか木がすごい激しいとか水の中もね、そうそう気づかないバスもいるんで、どん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 こうやって落としていって、バスに気づかせてあげて食べるっていうようなイメージを持たせてあげる。最後はボトムで、ボトムの壁を使って食べるっていうような感じでやります。一番は、木があったら一番上でも、そこからジュンジュンジュンって下げていってバスに気づいたところで食べる。木が5本あってそれを1個1個すいて5本目のこの角で食べたとしたら5個のカバーを抜けなきゃいけない。でも一番上で食べたとしたら1個のカバーを抜けるだけで出せる。だから理想は一番上でも、そこからどん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 下げていくっていうような感じで誘うといいかなと思います。パワーフィネスの、投げる順番に関してなんですけれども、基本的に、こう先端から投げるとか奥から投げるとかそういう話一切ありません。というのはなぜかというと、パワーフィネスっていうのはあのラバージグとかテキサスリグで足の壁をこう連続して打っていくとかそういうような釣りではなく、どちらかというと今の状況でこういうような竹の先端に浮いてるバスっていうのを狙いすまして打っていくような、そういう釣りなので、どっから先に打つっていうのが存在しないです。パワーフィネスっていうのはその肝になるのがルアーが小さい、弱いルアーが、肝になるところにフッと落ち込むからバスが食べる。でもヘビーカバーでも P ラインで一気に引きずり出せるっていうところにあるんで、ルアーパワーが比較的強くないんです。だからサーチしていく釣りではなく、やるべきところを決めて打っていくっていうのがパワーフィネスの特徴です。
引っ掛けていい枝と引っ掛けちゃいけない枝の説明なんですけれども、こういう木が1本あります。こういう木の例えばこことか引っ掛けてシェイクするとどうなるかっていうと、この木全体がこうやって揺れるじゃないですか。これダメです。なぜかというと、このここを揺らした時の振動が水中にまで入って枝全体が揺れる。でも逆に引っ掛けていい枝はこういう空中にあって、もうこのメインがでかい木で、こういうところに仮に引っ掛けるとすると、こうやってシェイクしたとしてもこのメインの木は揺れないんですよ。なのでこういうところをシェイクしたりとか、こっちですよね、こっちをシェイクしてあげると、ほら基本的にこんだけシェイクしててもメインの木って揺れないじゃないですか。だからこういうとこに引っ掛けてあげるとプレッシャーをかけずにシェイクができるよというような感じになります。例えばこの枝、今シェイクをしてるんですけれども、比較的細い枝に対して引っ掛けてます。でこういう風にやることによって、もう全体が竹がね震えちゃってる状態、これだとダメです。基本的にこの振動が水中に伝わっていってしまうんで、もしこの枝を打ちたいとなったら、これでやるとどうなるかっていうと、あんまり揺れません。あんまり揺れません。なんでかっていうと、しっかりしてるっていう、ブラ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 しないので、水中まであまりこう揺れないので、プレッシャーを与えずに口を使わせられるというような感じになります。浮いてるカバーとか、こういう浮いてる草とかね、そういうのがこう溜まってる場所の打ち方の解説です。基本的にこういうところを打つ際は、全部なんか良さそうだなって思っちゃうんですけど、これも基本的には、竹とかブッシュとかのカバーを打つのと一緒で、肝になるのは、浮いてるものプラス何かで、この浮いてる草とかがかなり熱い場合は、カメラ輪の 4g から 5g にしてあげるとか、シェイクを使って、崩して落としてってあげるとか、それでもいかない場合はネコリグとかにして、ピンでこうネイルシンカーでガチャ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 とやりつつ落とし込んであげるとか、そういう工夫をして中を打ってあげるっていうのがいいかなと思います。例えばここだったら横たわってる木がたくさんあるのに、1個だけとか斜めにかかってる枝があるとかね、他の場所と明らかに違う変化っていうものを見抜いて打ってあげるっていうのが肝。このようなその P ラインには不向きな鉄とかコンクリートとか、そういうような硬いものにバスがついていてパワーフィネスで釣るというような状況の時は、まあ、どうするかっていうと、まず一つはリーダーを組む。リーダーです。シーガーのグランドマックスの3号とか4号って呼ばれるそのフロロカーボンのリーダーを組んであげて、こういう硬い鉄系とか石系に弱い P ラインをそこに設置させないっていうのがまず一つのやり方です。もう一つは周りの草を利用する。例えばこの鉄状の桟橋の下に絶対ついてるなと思ったら、ここの草を利用してあげて、この草に引っ掛けてバスを誘うとか、そういうような周りの木を利用してあげて、木とか草を利用してあげて誘ってあげるっていうことで、こういう鉄状のものとかコンクリートみたいなものを攻めることができるようになります。でこれも桟橋だけについてるかっていうと、意外とやっぱりプラスアルファのものがついてるところにいるんで、大体なのでこういう桟橋とかでもプラスアルファの竹、プラスアルファの草、そういうものがついてるところを打つ、それが大切かなと思います。ファイトからランディングまでっていう流れなんですけれども、基本的にバスがバクッと食べた瞬間に合わせて引きずり出して、サイズがそんなに大きくなければ抜き上げちゃう。もうとにかく早く抜き上げられるだけのパワーがあるんで、バーンと抜き上げちゃうのが重要になってきます。ただ、ファイト中にやっぱヘビーカバーを打っていくのでぶら下がっちゃったりするんですよ、バスが。そういう時はどうするかっていうと、それを乗り越えられるならゴーンと乗り換えるんですけど、乗り越えられない場合も結構あるんで、そういう時はエレキでブーッと近づいていって、ぶら下がってる
バスをそのまま掴む、掴めなければこっちの糸を持ってそのまま引っ張ってバスを掴むっていうような形でこっちから迎えに行ってあげるっていうことが大切になります。無理せず、バスをチューブラリンにした状態よりちょっと下、エラーがギリギリ水に浸かるぐらいが一番ハーフテンションがかかってていいかなとは思うんで、そのぐらいで止めておいて、水の中に逃げないけどバスもこうやってぶら下がって止まってるような状況下で自分が近づいていってキャッチするという感じですね。で、大体船が近づくとバス急に暴れ出すんで、船が近づいた時に暴れてどっか突進されないようにうまく調節しながら今だって言ってその P ラインこう引っかかった P ラインのここを手繰ってバスを取ってあげる、それがいいかなと思います。引っ掛ける枝も肝で、とにかくあの縦裾、縦になってる隅に引っ掛ける感じ、なんかあの枝あるじゃないですか、木の横にある、あの枝でも先端付近に落とし込んじゃうとどうしても要は木から、立ち木から離れて落っこっていくわけですよ。立ち木のあの縦裾から離れて落っこっちゃうから、そうなるとちょっと違和感が出ちゃうから、食わすのを自然に食わせられないから、あの立ち木の縦に対してフィーディングさせる、縦に対してバフって食べさせるためにはもうとにかくその立ち木の隅を落っことしてあげるっていうことが肝になるんですよ。だからあの立ち木のキワキワに落とし込んでそこからフォールさせていく。ここのイメージで言うとこの木、これこの木に引っ掛けてそのまま落としていけば、このぶっとい木のに沿って落とせる、このぶっとい木で、ぶっとい木に沿ってフォールさせられるか食わせられる、これが例えばここに落としちゃうとあの50アップは釣るのは難しい。なんでかっていうとこの木から離れちゃうからバスがちょっと安心してご飯食べれないから、とにかくこの木に沿って落とすことを考えると、こことか例えばねこっちとかねここがいい。正直これね風が強いからそのどれに引っ掛けるのがベストかっていうのはすごい見づらいんですけど、できればその60アップを乗り越えられるだけのこの木と水面の水深がある方がいい。さっきのね意図してそれ狙って打ったんですけど、こういう空中に出ちゃってる木とかに引っ掛けるとこれを50アップに乗り越えるのって無理じゃないですか。だから引きずり出すときに乗り越えさせるためにはこういう水深が十分ある木を選ぶのがいいですね。これがアウトサイドに面してて、で相当でかい規模でブワッとこう生えてて絶対にバスがいるっていう木、あの絶対にバスがいればパワーフィネスだったらその食わせられる可能性があるから、だからこの川は相当いいと思う。アウトサイドに面してて単発で1個でかい木があるからなかなかとどまりやすいというか、多分ずっといるバスがいる。何メーターぐらいに生えてる木なんですか？これはね多分水深でいうと30メーターとか20メーターとかで、まあ30メーターまで釣るっていうよりは、30メーターある中の、10メーターまでを釣っていく。 でかいやつを多分浮いてるとは思う。 10メーターより浅い感じだと思う。で今回はリーダー組んでます。これメインラインがシーガーの完全シーバスの 1.2 号 1.2 号で、リーダーが、シーガーグランドマックスの3号を組んでます。なんでかっていうともうクリアウォーターなんで糸見らんないためにもフロロを入れて、でドラグも使う、ね、ドラグも使ってかなり硬いドラグにはしてますけど、もう強引にこれで引き出す。
もう風が強すぎるときはもう竿を横にしてこれでやっていく。なんでかっていうと、その風に糸がなびかれちゃうんで当たりが取りづらい。風が弱いときは竿を立てる。出てこい。出てきた。もうでかい。いきなり来た。いきなり来たよ。かなり浮いてたバス。ぐーっとこれでかいぞ。多分フルフッキング即しなかったら絶対巻かれてた、これ。今のフルフッキングで一気に出せたから、今これでファイトできてるけど、巻かれたら多分終わってた、このバス。うわ、でかっ！でかい！でかい！うわ、でかい！でかいぞ！でかい！でかい！頼む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 、でかっ、おっしゃきたよ、ほら余裕の50オーバーでしょ。上顎にかけて一瞬のフルフッキングで出せるからこれ取れるんすよ。やばい、ほら出たね。まさかの一発。うわ、よかった。いや、今のはまさにね、30メーターぐらい水深あるんですけど、その2メーター提灯フッキングの瞬間にカバーから出す。そうすれば絶対に取れる。そんな感じ。上顎にもかかってるからバレないでしょ、これ。ありがとうな、バスちゃん。でかいバスってもう亀山とかでもそうなんですけど、その崩落とか水通しの良くて、その単発で絶対にこう水深のレンジをその、まあ、30m まで落ちるか分かんないけど、 20m とか下まで行ったり上まで行ったりできるっていう環境が整ってる場所に待ってれば、ずっといれば餌が入ってくるような場所にいるんですよ、でかいバスって。だからもうこれまさしくそれで、アウトサイド水が通るプラス、崩落の規模が大規模、そして 30m、 その環境が整ってる立ち木。ただ誰しもが見てわかる立ち木なんで、するのは難しい、難易度は高い。今のはもうで、なんて言うんだろう、アプローチも完璧だったし、確実に食うならここだよねっていう立ち木のそば、すぐそばをこう落としてったんで、もう違和感なく食べるような状況下でやったんで釣れたっていう感じ。